どうも、チャンス大城でございます。はい、まっすぐ左ですか。左、あ、ちょっと浮いた。あ、ここですね。父親が夜勤やっててブラジャーの金具工場を作ってたんですね。酒癖あるんですよね、僕と一緒で。帰ってきてね、あのブラジャーつけさせられて、片手で取る方法覚えとけってね、ようやらされましたね。そんな父親がですね、昼間寝てる時こう光がちょっとでも入ったら嫌なんですよ。自分の手すら見えないぐらい真っ暗なんですよ。でいびきうるさくて、どんないびきかくか言うたら、俺最初外野で守ってんのかな。今はそういないと思うんですけど、僕昭和の時なんかね、子供時代野良犬がいっぱいおったんですよ。要はあの軽トラで野良犬捕まえに来てね、こうカム犬とかで一匹だけこう口輪っていう鉄の狂犬の犬がおったんですよ。ガチャーはめてで噛まんようにしてるんです。あで斉藤がどうやって飯食ってんのかな、あの犬と思って、追いかけていったんですよ。カチャッとはめ外して、おばちゃんが飯食わして水飲ましてカチャ、あなるほどなーっつって、ある日斉藤がですね、ちょっといたずらを思いついたっつって、あの僕の家の前にこう口は噛めた犬がポーって歩いていった時に捕まえて、どうすんねんって言ったら、家入っていってこう抱えながら2階に登っていくんですよ。ガチャッとはめた鉄の部分パンパンパンって斉藤の首、斉藤のここを噛み切ろうとして、パン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 って父親の部屋の前に着いてドアを開けたんですよ。どうすんねんって、いやこの犬入れるっつって、おマジかいってカチャッカチャッと外して父親の部屋入れたんですよ。で閉めて、もう父親のいびきが、言って、で父親の部屋開いて、犬がブワーって階段を降りて走っていって、ほんと左のここ血だらけの父親が出てきまして、言って、ほんと父親が、おいって、状況を教えてくれって、斉藤の胸ぐら掴んで、状況を説明しろって、ほら斉藤が言わんねえのに、この狂犬の犬を部屋の中に入れたって言って。ほんで、お父さんの、ここ噛んだんでしょうねって言ったら、斉藤を殴って父親が。ほんで、僕も親に初めて殴られたんですよ。バーンって。ほんで、お前ら何してんねんって。そっから一週間後に僕、クリスチャンなんですね。で、教会で、懺悔っていうのが一年に一回あるんですよ。で、これは何かって言うと、懺悔室があって、各家庭の人が受けていくんですよ。で、大城家になってね、僕の出前とか入ったんですね。ほらガチャッと開けたらこう狭い空間で小窓があって、奥で神父さんがいて、こう自分の罪を言うわけですよ。あなたの悪い行いを言いなさい、まあ許しを得て悔いを改めるっていう企画なんですね。でこう企画とかそういう企画を言うてすいませんね。僕こう高校で神父さん、あの狂犬の野良犬の斉藤とこの銀のねこうパカーってそれを外して、あの寝てる父親の部屋にここあって、ほんとは父親のね、あのここ噛んでね、血だらけだってね、出てきましたね、部屋バーン殴られましてって一連の流れを打ちたら、小窓がパカッてしまったんですよ。あれ渋さん、渋さんでまた開いたんです、パカッて。渋さんが、あどうぞ続けてくださいっつって話、渋さんがあの後ろ向いて震えてるんですよ。渋さん僕の話に爆笑してるんですよ。渋さん、渋さんっつって、パカッ、どうぞ、じゃあね、はい、どうぞ、あなたの罪は、はいっつって、次、父親が入ったんですよ。父親の声でかいんですね、もう外に丸聞こえないんですよ。あの神父さん、あのね、あ、ちょっとここ見てもらいます、ここ、包帯巻いてるでしょ、昼間寝てたらね、息子はね、凶暴の犬で、もう夜勤で寝てる私の部屋入れてね、犬ガンバン噛んでね、もうここ、血だろパカってしまって、あ、シムさん、シムさん開けてください、シムさん開けて、でまたパカッと開いて、シムさん、なんで、ね、とにかく僕、息子殴って、いや、シムさん聞いてください、僕寝てたら狂犬のパカッてまたしまって、シムさん、開けてってずっと言ってるんですよ。ほったら、シムさん出て、あのお父さん出てきましてね、おとなしい、シムさん、ま、小窓開けへん言うて、なんかあったんかなって、神父さんの入ってるドア開けたんですよ。
渋さん、息できへんぐらい笑ってましたね。渋さん救急車救急車呼べって言って、渋さん、渋さんが許してください。神父さんが許しを得ようとしてたんですよ。びっくりしましたね。金持ちの高飛車の性格の悪い女がいるんですよ。醤油丼みたいな感じで袋に入ったカリカリ梅握りしめて持ってきたんですよ。お前これで勝負するかギャー言うて、梅の匂いバタ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 バ